誰が勝つか？渋野日向子と山下美夢有の決戦。背景と期待、ゴルフファンが待ち望む一瞬、全米女子プロ選手権の最終日が迫っています。この舞台で輝きを放つ2人の日本人選手、渋野日向子と山下美夢有。彼女たちのドラマチックな戦いは、世界中の注目を集めています。果たして、誰が栄冠を手にするのか、その瞬間に向けて彼女たちの戦いを詳しく分析しましょう。渋野日向子の闘志と復活。渋野日向子は、序盤の4ホールで3つのボギーを叩く苦しいスタートを切りました。しかし彼女の真の強さはここから発揮されます。特に16番ホールでの8メートルのパーパットは圧巻でした。この一打で彼女は再び優勝争いに戻り、LPGA 公式 X、旧 Twitter も信じられないパーセーブと称賛するほどのプレーを見せました。渋野日向子はプレッシャーの中で輝く選手です。彼女のメンタルの強さと集中力は、逆境を乗り越えるための強力な武器です。特に、大舞台での経験が豊富であり、これまでにも幾度となくプレッシャーを跳ね返してきました。渋野日向子の強みは、その大胆かつ攻撃的なプレースタイルにあります。リスクを恐れず、勝負どころで果敢に攻めるその姿勢は、多くのファンに感動を与えています。山下美夢有の冷静な戦略。一方、山下美夢有は、冷静沈着なプレースタイルで安定したパフォーマンスを続けています。3バーディー1ボギーの70で回り、トータル5アンダーで2位タイに浮上しました。山下のプレーは非常に計算されたものであり、リスク管理が徹底されています。彼女は、ピンサイドに外すとパーを取りにくい状況を見極め、確実にチャンスをものにするプレーを続けています。山下の強みは、その冷静さと戦略的な判断にあります。彼女は、感情に流されることなく、一打一打を冷静に見極め、確実に得点を重ねていくプレースタイルを持っています。また彼女の成長も見逃せません。昨年からの進化を遂げたプレースタイルは、メジャー大会での経験を積み重ねてきた結果でもあります。山下の堅実なプレーは、最後まで安定したパフォーマンスを維持するための重要な要素です。誰が栄冠を手にするのか？最終日に向けて、渋野日向子と山下美夢有のどちらが優勝に最も近いかを分析してみましょう。メンタルの強さと集中力、渋野日向子はプレッシャーの中で輝く選手です。逆境を乗り越える力が強く、大舞台での経験が豊富です。リスク管理と戦略山下は冷静沈着なプレースタイルで、リスクを最小限に抑えながら確実に得点を重ねることができます。両者の強みを考慮すると、最終日は以下のような展開が予想されます。渋野日向子が序盤でリズムをつかみ、大胆な攻めを見せることで、早い段階でリードを奪う可能性があります。彼女のメンタルの強さが、プレッシャーのかかる最終日に力を発揮するでしょう。一方、山下は冷静な戦略を貫き、安定したプレーで少しずつ差を縮めていくことが予想されます。特に後半のホールでのパフォーマンスが鍵となりそうです。結論、全米女子プロ選手権の最終日、渋野日向子と山下美夢有の戦いは、ゴルフファンにとって息を呑むような瞬間となるでしょう。彼女たちの努力と情熱が報われる瞬間が訪れるのを、私たちは心待ちにしています。どちらが勝利の栄冠を手にするのか、その結果は誰にも予測できません。しかし、確かなことは彼女たちの戦いがゴルフ界に新たな伝説を刻むことになるということです。渋野日向子と山下美夢有、どちらがこの激戦を制し、栄冠を手にするのか。最終日のプレーに目が離せません。渋野日向子と山下美夢有の成功と挑戦、KPMG 女子 PGA 選手権における日本人ゴルファーの躍進。KPMG 女子 PGA 選手権において、日本のゴルフ界を代表する渋野日向子と山下美夢有の2人のプレイヤーが際立った活躍を見せています。彼女たちの成功は単なる技術力だけでなく、その精神力と適応能力にも起因しています。渋野日向子の挑戦と成長。渋野日向子は、過去のムービングデーでの悪いイメージを払拭し、競技の中でその成長を見せつけました。彼女は序盤の4ホールで苦戦し、スコアを大きく崩す危機に直面しましたが、粘り強さを発揮し、ダブルボギーで耐える場面も見られました。このような困難を乗り越えたことが彼女の成長の証であり、その後の3バーディーへとつながったのです。渋野日向子の成功の背後には彼女の精神的な強さと集中力があります。序盤のミスにもかかわらず、後半に立て直し、冷静にプレーを続ける能力は、以前の彼女とは一線を画すものでした。さらに彼女は最終日のラウンドでレクシー・トンプソンやコ・ジンヨンと同組になり、緊張感のある状況でも自分のプレーを貫くことが期待されています。山下美夢有の堅実なプレー。日本ツアーの絶対女王として知られる山下美夢有もまた KPMG 女子 PGA 選手権でその実力を発揮し続けています。彼女は3バーディー1ボギーの70で回り、トータル5アンダー。首位と2打差の2位タイで最終日最終組に入ることができました。山下の成功の鍵は彼女の安定感と戦略的なプレーにあります。ムービングデーでは、いきなりバーディを奪い、良いリズムでスタートしました。前半のショートゲームでは耐え、後半はボギーフリーで駆け抜けることができました。彼女の戦略的なプレーは、ピンサイドに外さないマネジメントスタイルに基づいています。これにより、難しいセッティングでも冷静に対処し、チャンスを確実にものにすることができました。成功の要因と挑戦の克服。渋野日向子と山下の成功の要因は、多岐にわたります。まず、二人とも技術力が非常に高く、それぞれの強みを生かしたプレーができています。また彼女たちは精神的にも非常に強く、試合中のプレッシャーや逆境に打ち勝つ力を持っています。さらに、コーチングやトレーニングの質の高さも見逃せません。渋野日向子と山下は、日々の練習と試合での経験を通じて、着実に成長してきました。山下美夢有は特に、今年のメジャーでの成功に向けての成長を実感しています。彼女は日本ツアーでの経験を生かし、メジャーの特別感に浮き足立つことなく、冷静にプレーを続けています。その結果、最終日のラウンドでエイミー・アンと競り合うこととなり、彼女のプレーはさらに注目を集めています。公式会見にも連日呼ばれ、山下は緊張しながらも、その経験を楽しんでいます。彼女の落ち着いたプレースタイルと戦略的なアプローチは、多くのファンと専門家から高く評価されています。未来への期待、KPMG 女子 PGA 選手権における渋野日向子と山下美夢有の成功は、日本のゴルフ界にとって非常に励みとなるものです。彼女たちの挑戦と成長の物語は、これからも多くのファンと選手たちに影響を与え続けるでしょう。渋野日向子と山下が今後どのような活躍を見せるのか、ますます目が離せません。彼女たちの成長と成功は、日本ゴルフ界の新たな可能性を示しており、これからも多くの人々を魅了し続けることでしょう。